DPX Pops スラムダンクで有名な井上雄彦さんが描くで、あの宮本武蔵のこう生涯を描いた漫画でバガボンドっていうのがあるんですけど、これがですね、まあ、なかなか終わらないんですよ。というのはこう、たびたび救済するもんだから話が進まないんですよね。で今佐々木小次郎との話のまだ途中なのかな。で、まあ、結局のところ宮本武蔵のピークってその佐々木小次郎の、ね、あの一戦なわけなので、まあ、そこをどうしても扱いたいのは分かるといえば分かるんですけどね。ある程度剣の達人になってしまってからだと無双感が出てくるので、まあ負けないよなこいつはっていう感じになっちゃうじゃないですか。そうじゃなくね、その無双する前のまだがむしゃらに剣の道を追い求めてた頃の方が見てて楽しめるかなっていう感じです。でその中でもね、特にこう印象的なのはやっぱり吉岡清十郎との戦いですよね。かたやもうすでに剣豪として極めてしまっている、もうそれこそ吉岡一門の実質的なトップになっているその吉岡清十郎と、まだまだ駆け出しの、武者であるね、武士である、宮本武蔵で、その戦いどう考えたって勝てるわけがないんだけど、そこにどうやって勝ち筋を見出すのかっていう、まあそこですよね。もちろん主役は武蔵なんで、まあ、最終的にはね、いろいろな幸運が重なって勝利することになるわけなんですけど、その武蔵も別にね、剣の実力がないわけではなく、特に力に関しては本当にあるわけですよ。その技術的なものと精神面が足りてないだけであって、その剣の力っていうことだけで言ったら、まあ、全然下手したらその吉岡清十郎よりも上なわけですよ。だからそのセンスとか才能とかね、そういったもので負けていてもそこで補えるということで、まあ、勝ち筋を見出すわけなんですけど、まあ、幸運も重なるんですけどね、いろいろで最終的には吉岡清十郎に勝つわけなんですけど、ただその吉岡清十郎と戦う前の段階で、まあ、吉岡一門に剣を売るという、まあ、そこですよ。道場破り的な感じで吉岡一門に剣を売りに行った時に初めてね、その吉岡清十郎と出会うわけなんですけど、でそこで、まあ、秘蔵問答あるわけですよ。吉岡清十郎と宮本武蔵の間で、吉岡清十郎の剣の本質というのはですね、速さと正確さなんですよ。で相手の隙をうまくついてスパッと剣を突きつけるっていうね、そういうテクニックに秀でてるわけですね。でそこに、まあ、宮本武蔵がね、初めて出会った時に、まあ、そんなにね、さっきむき出しで言ってもすぐ死ぬよと、でほら死んだという感じで武蔵のこう喉元に剣を突きつけて、で武蔵の、ね、繊維を削ぐことで、まあ、なるべくこう道場破りをさせない、もうそこに至らないようにことを構える前の段階で収めようということで、まあ、何回かこう忠告をするわけなんだけど、ただ逆に武蔵はそこで火がついちゃうんですよね。この人に全てをぶつけてみたいっていうね、そういう火を逆に、灯してしまうわけですよ。そういう人いますよね。ちょっとず盲信というかですね、困難に立ち向かうと余計ファイトを燃やして立ち向かっていくみたいなねそういうタイプなんですよ、武蔵っていうのは基本的には。で、まあ、最終的にはだから道場破りっていうところまで行くわけなんだけど、で、まあ、吉岡清十郎っていう人はですね、まあ、そういう人たちを陰ながら、まあ、消してきたわけですよ。暗殺してきたと、まあ、道場破りに来るような、まあ、気の荒い武者を闇討ちして切り捨てるということで家紋を守ってきたわけですよ。だから表沙汰にせずにことを構えないで終わらせるっていうのがベストなわけですよ。で一番いいのはだからその戦い自体をしないことなんだけど、まあそうやって表立って争いっていうことになると、例えば仮名を背負ってる人だったりすると、
負けたことによって今度はその一門が仇討ちをしに来るっていうことが発生しますよね。どうして吉岡清十郎がね、そうやって陰で、まあ、暗殺することによって道場破りみたいな人たちを消してきたかというと、まあ、もちろん勝てるっていうことは勝てるんだろうけど、まあ、それにしても 100% じゃないじゃないですか。で、勝ったとしても結局のところね、まあ、単身の道場破りであれば問題ないんだろうけど、まあ、一門の名誉をかけて道場破りに来てるとかね、まあ、大体こうそういう人たちが多いわけですよ。自分の名を売ることによって、まあ、一門を盛り立てて、で門下生を増やそうと、いうことで道場破りに来るね、まあ、一門を抱えてる人たちも来るわけですよ。でそういう人たちを、まあ、その表立って打ち果たしてしまうと、今度はその名誉を汚されたということで、その弟子とかね、一門の人たちが押し寄せてくるということで、戦いの連鎖を生むじゃないですか。だから一番いいのは、そういう人たちにできればその戦い自体をやめてもらう、思いとどまってもらうことなんだけど、まあ来るのであれば闇討ちして、その戦い自体が発生しなかったっていうことにするのが一番平和的な解決なわけですよね。でそういうことを陰ながらやってきたと。ただ表向きはね、酒飲んで遊び人みたいな風に装ってるわけですね。なんでそうしてるかっていうと、やっぱりそういうことをいかにもやってなさそうな人っていう印象を周りに持たせることで、まあ暗殺とか闇討ちみたいなことをしても、まあ、あいつがやったんじゃないだろうと、あいつ実はその一応、まあ、一門の当主ということになってるけど、そんな実力はないやつだからみたいなね、そういう風な印象を持たせようということでね、印象操作を周りに対してしているっていうことですね。でその宮本武蔵がですね、吉岡一門に道場破りに来ようとしてきた時に、まあ、その武蔵を諭すために語った言葉として、本能はまず争いを避けるっていうことをね、武蔵に問いかけたというか、まあ、言い聞かせたわけですよ。例えば動物がね、まあ、野犬とかでもいいですけど、その動物がなぜあんなにね、こう繊維むき出しで大きな声を立てて、あのうなり声を立てて、で敵に対して立ち向かうのかと考えたことがあるかと。それはなぜかというと、本当の戦いになったら勝てるとしても自分もただでは済まない、まあ、少なくとも何らかの敵図は負うだろうと。だから争い自体をしないのが一番いい。で脅すことによって引いてもらえるのが、まあ、一番、まあ、平和的ではないかもしれないけどね、一番いいことなんだと。だからあれだけうなり声を立てて威嚇するんだと、だから本能はまず戦いを避けると。でやむを得ず戦いになった、なってしまったときは、まあ、それはしょうがないから戦うわけなんだけど、できればそれをしないことが一番いいんだよということを武蔵に、まあ、言って聞かせるんだけど、結局武蔵にはそれは伝わらなかったんですよね。それで吉岡清十郎との一騎打ちで、結局武蔵に幸運がね、いろいろ重なって、勝つことができて、ただ今度はその吉岡一門としては、当主を殺された表向きね、その吉岡清十郎の実力を知らない人たちから見たら形だけの当主だったのかもしれないけど、ただその実力を知る人たちからしたら、もう本当にね、当主が敗れたということで、名誉を傷つけられたという気持ちが強いわけですよ。で、まあ、今度はその吉岡一門が、まあ、さっきも言ったようにね、結局一門の恥ということで武蔵を打ち果たしに行くわけですよね。一門総出で武蔵一人を打ち果たしに行くわけですよ。まあ、結局のところね、いろいろあってね、まあ、全滅してしまうわけなんですよね。これもちょっとどうなんだって感じなんだけど、その武芸の
ね、武芸を習う武芸の一門として、生計を立ててきた人たちが一人の武芸者に対して完全な敗北を喫してしまうっていう、まあ、これもどうなんだろうっていう感じなんだけど、うん、まあ、結局そうやって、まあ、戦いは戦いの連鎖を生んでいくわけですよ。本当にこのバガボンドのね、初期の部分だけをね、皆さんに読んでほしいなと。これ読んだ人じゃないとわからないことだと思うんですけど、これはもう全てに通じるなって思うわけですよ。その、まあ、争いっていうのは例えばビジネスの場でもそうですしね、ビジネス場の場でも、まあ、通用することだなって思うし、まあ、人生そのものにおいて、全てこれに尽きるなっていうことがね、そこにこう詰め込まれてるんですよね。バイクでもそうですよ。バイクでもやっぱりね、争いとかね、戦いとかっていうのは、ないに越したことはないと。まあ、若い時に散々バトルしてきた自分が言うのもなんだけど、ないに越したことはないんですよ。やらないに越したことはないんですよ。やっぱり平和が一番だなっていうことを思うわけですよ。で、普通に今だったらこうバイクをね、ただ乗るだけで楽しめるんだけど、なんかこう競争になっちゃうんですよね、若い頃ってね。一番こうスピードっていうのはね、その競争になりがちじゃないですか。どっちが速いんだってことになりがちなんで、まあ本当くだらないことなんで、あの気持ちっていうのはね、湧かないに越したことはないですよということを思います。人と関わってるとどうしてもね、そういう話が出がちなんですよね。まあ、そのバイクのね、排気量マウントのこともそうだけど、どっちが大きいバイクに乗ってるとかね、もう本当くだらない、どうでもいいじゃんっていう話になるし、だから基本的には一人で楽しむっていうのが一番いいことかなと思います。で、もしね、こう大勢と楽しむのであれば、本当にこう気の合う仲間とだけ楽しみたいということを思いますね。ちょっとでもこう考えがね、違う人がその中に存在すると、そこからどうしても争いということになっていくので、まあ、そこはね、少しでもこう避けたいなと。で、僕なんか特に追い先短いので、まあ、平和に行きたいわけですよ、この先はね。なるべく、うちの神さんとでもなるべくこういさかいを起こしたくないなっていうことを思いながらね、日々、生活しているので、だからなんかちょっとこれはいさかいになりそうだなということがあったら、なるべく自分から引くと自分から引いて、であんまり蛾を通さないようにしようということですね。そう、蛾を通すということで言えばですね、拡張自我という言葉がありまして、なんか例えばいい服を着るとか、いい靴を履く、いいものを食べる、いいところに住むっていうことで、自分がそういう人間になったと勘違いしがちっていうことなんですよね。自分の自我をね、こう拡張して捉えがちっていうことなんですよ。まあ、それはこう身につけるものに限らずね、車とかバイクもそうなんだけど、大きい車に乗ると自分もなんか大きく強くなったような気持ちになっちゃうと。だから、まあ、アルファードに乗ってる人がやたらこう偉そうな運転をするようになったりとかね、っていうことですよ。いや、まあ、全が全そうじゃないですよ。まあ、ただなんかね、でかい車に乗ってる人ってなんとなく態度がでかい人が多いなっていう気はするでしょ。だからバイクなんかもそうなんですよね。バイクで排気量マウント取る人たちっていうのは、結局その拡張自我の、まあ、現れというかですね、自分が大きいバイクに乗ってるから自分もそういう人間になったんだというふうに思いがちなんですけど、いや、それはまあバイクが大きい、バイクの排気量がある、バイクが馬力があるっていうだけであって、お前の手柄じゃねえよっていうところをもうちょっと考えた方がいいなと。で、それで周りに対してね、喧嘩売ったりとかね、自慢したりとか、運転なんか見ててもすごい荒っぽい運転になったりとかね、センターライン割って荒っぽく抜いていくと、峠でね、そういう運転する人が問題になったりしてますけど、まあ、あれも拡張自我の表れなんですよね。自分は速いバイク、大きいバイクに乗ってるからこういうことしても許されるんだと、遅いバイクでちんたら走ってんじゃねえよという感じで抜いていくと、
いうのがね、許されると思ってるのは、まあ、それは拡張自我なんですよね。自分はそういうことをやってもいい人間なんだと思い込んじゃってるわけです。そういうわけでね、結局話は最初のところに戻ってしまうんですけど、まあ戦いとかいうか無駄なね、いさかい争いは起こさないね、こうしたことはないということなんですよ。ただまあある程度ね、生きていれば我を通さなきゃいけない部分っていうのも少なからず増えてくるとは思うんですけど、まあ、四六時中それをやる必要はないんじゃないかなと。だからそれをね、まあ、なるべく争いを避けるというところに、手段を置いて、まあ可能であればあのバガボンドね、読んでほしいなと。全巻読めとは言わないので、最初のね、触りの何巻かだけでも図書館なんかにも下手したら置いてあるんじゃないかな。だから、そういうのを、まあ、ブックオフなんかで、ね、中古で安く手に入れてもいいし、まあ、とにかくね、最初の何巻かだけでも読んでいただけると、今後の、ね、人生の、まあ、ヒントというほど大げさなものでもないんですけど、何かの参考には、ね、なるんじゃないかなと思いましたというお話でした。ではまた。